ジョセフ・ヘラー、ジョセフ・ヘラー、1923年5月1日から1999年12月12日は、アメリカ合衆国の風刺作家、小説家及び二曲家である。ジョセフ・ヘラー、ジョーゼフ・ヘラーとも表記する。最も有名な作品は、第二次世界大戦中のアメリカ兵を描いた、キャッチイコール22で、この表題は、選択における、 不条理を表す言葉として一般に使われるようになった。ジョセフ・ヘラーはニューヨークシブルックリンのコニーアイランドでロシアから来た貧乏なユダヤ人夫妻の子として生まれた。子供の頃から書くことが好きで11歳の時にはロシアによるフィンランド侵略について物語を書いた。ニューヨークデイリーニューズに持ち込んだが即座に断られた。1941年に エイブラハムリンカーン高校を卒業すると、次の年は、カジ屋の徒弟、メッセンジャーボーイ及び書類整理係として働いて、過ごした。1942年、19歳の時に、アメリカ陸軍航空隊に入った。2年後に、第二次世界大戦のイタリア戦線に送られ、B-25 の爆撃手として60回、出撃した。ヘラーは後に、戦争の時のことを回想して、 はじめは面白かった。そこには何か輝かしいものがあるような気がした。と語った。戦争から戻ると、ヘラーは英雄のように感じた。私が飛行機に乗って戦い、60回も出撃したことで、楽な偵察飛行みたいなものだと言ったとしても、人々は目を見張るようなことと考えた。と言った。戦後、ヘラーは、福音軍人援護法を使って、 南カリフォルニア大学とニューヨーク大学で英語を学んだ。1949年、コロンビア大学から英語で文学修士号を獲得した。卒業後はフルブライトプログラム小学生としてオックスフォード大学のセントキャサリンズカレッジで1年間を過ごした。ヘラーは帰国してから短期間タイム社で働いた後、小さな広告代理店でコピーライターの職に就いた。 この時の同僚には後に小説家になったメアリー・ヒギンズ・クラークがいた。ヘラーは家では物を書いていた。作品が最初に出版されたのは1948年で短編がアトランティック誌に載った。その最初の小説はもう少しでアトランティック賞を取るところだった。1953年のある朝、ヘラーは家で座っている時に着想を得た。それは一目惚れだった。 最初に彼が牧師を見たとき、誰かが彼に苦しい恋に落ちた。翌日のうちに、ヘラーはその話の構想を描き始め、出だしが上の文章になり、登場人物とあらすじ、及びその話が最終的に取ることになる調子や形態を決めていった。一週間のうちに第一章を仕上げ、それを代理人に送った。翌年は話の残りのプランを練っていたが、何も書かなかった。 1955年、最初の章は、ニューワールドライティング第7号に、キャッチ18として出版された。ヘラーは当初、この小説が、中編の息を出ないと考えていたが、あらすじに、十分な内容を付け加えることができて、最初の長編小説にできると感じた。ヘラーがこの小説の3分の1を書き終えたとき、代理人のカンディラドナディオはいくつかの出版社にその、 小説を送りつけ始めた。ヘラーはその作品に特に終身だったわけではなかったので、もし出版社が興味を持たなければ完成させなくても良いと決めていた。この作品は決して拒絶されることはなく、すぐにサイモンシャスター社に購入され、750ドルを支払った上に、作品が完成した時には、さらに750ドルを支払うと約束した。ヘラーは、 原稿の締め切りに4、5年も遅れたが、執筆に全部で8年を要し、出版社に手渡した。完成した小説では、アメリカ陸軍航空隊、ジョン・ヨサリアン大尉の戦時の経験を叙述していた。ヨサリアンは、出撃を避けるために、様々な策略を考案するが、軍の作戦担当者はいつも彼を出撃させる方法を見つけてしまう。私の本の中の誰もが、 他のすべてのものをきちがいと急断する。率直に言って、私は、社会全体がおかしくなっていると思う。問題は、狂気の社会の中で、正気の男は何をするかだ。とヘラーは述べた。出版の直前に、小説の表題は、キャッチイコール二十二に変えられた。これは、レオン・ユリスの新しい小説、ミラガイライ十八番地との混同を避けるためだった。 キャッチイコール22は1961年にハードカバーで出版されて、肯定否定両面のある批評を受け、シカゴサンタイムズは、ここ数年ではアメリカで最高の小説という評価をした一方で、他の批評家は無秩序で読むに絶えず、そやだと冷笑した。出版した年にアメリカ国内で売れたのは3万部に過ぎなかった。イギリスでの反応は全く異なり、発売から1週間で、 ベストセラーリストの1位になった。しかし、1962年10月にペーパーバックで出版すると、小説の反戦感情に共感したベビーブーマー世代の想像力をつかんだ。アメリカ国内で1000万部が売れた。小説の表題は、生きどころのないジレンマを表すバズワードになった。今日では、古典の類に入っており、モダンライブラリーの今世紀の小説トップ100のリートでは、 第7位にランクされている。アメリカ空軍士官学校では、この小説を見込みのある士官が、お役所仕事の非人間的な側面を認識する手助けのために使っている。この小説の映画家権も1962年に売れ、印税とも合わせてヘラーは100万長者になった。アメリカ国内で1000万部以上売り上げている。映画は、オーソンウェルズを起用して撮影されたが、 公開は1970年のことだった。キャッチイコール22が出版されたすぐ後で、ヘラーは次の小説のアイディアを考え、これが何かが起こったになった。しかし、このアイディアが結実されるまでに2年間を要した。その原稿書きの合間に、ヘレン・ガーリー・ブラウンのセックスと独身女の映画カバンの脚本を完成させており、またテレビの喜劇台本も書いて、これは、 シリーズものマクヘールの海軍の一部しで放映された。ヘラーは6週間で1本の戯曲を完成させたが、ステージに上げるまでは、プロデューサーとの交渉で多くの時を費やした。1969年、ヘラーはニューヘイブンを爆撃したという戯曲を書いた。この戯曲は、ベトナム戦争を論じながら反戦メッセージを織り込んでいた。 これはもともとイェール大学演劇学校のレパートリー劇団によって演出され、ステシー・キーチを主役に配していた。多少の手を入れた後で、アルフレッド・クノブフ社によって出版され、ジェイソン・ロバーズを主役にブロードウェイで上演された。ヘラーの小説、第二作、何かが起こったは1974年にやっと出版された。批評家はこの本を熱狂的に迎えたが、 買う方はそうでもなかった。ヘラーは他にも四作の小説を書いたが、それぞれに完成まで数年を要した。後期の小説、閉じるときは、キャッチイコール二十二の登場人物の多くが、戦後のニューヨークで再出発を図る様を描いていた。小説はすべてそこそこに売れたが、デビュー作の成功をしのぐ者は現れなかった。ヘラーは、小説の最初の行と最後の行が決まるまでは、 作品の執筆を始めなかった。最初の一文は大抵、準備された意識とは別に現れた。多くの場合、その最初の一文は次の文章につながらなかった。字には、その手がかりを諦めるまでに、数ページしか書けないこともあった。大抵の場合、ひらめきを得てから1時間かそこらのうちに、その話の基本となるあらすじと登場人物を描いていた。 執筆の準備ができたとき、一気に一つの段落に集中し、三、四ページを手書きで執筆した後に、数時間を遂行で費やした。ヘラーは人生の哲学を持っていない。あるいはその信仰を秩序立てる必要がない。私の本は何かを言うことのために作られるのではないと主張していた。小説の三分の一が出来上がったときになってやっと、それが、 どのようなことを表すことになるか、はっきりと概念ができるようになった。この時点でアイディアが固まり、すでに書き終えた部分を書き直して、話の最後までを続けていった。小説の完成校は、多くの場合、最初に思い描いた第一文と最終文ではなかった。ただし、最初の文と考えていたものを、文章のどこかに含めた。 1981年12月13日日曜日、ヘラーはギランバレー症候群を発症した。これは筋肉を麻痺させて衰弱させる兆候を示すものだった。ヘラーは動くことも飲み込むこともできず、マウントしない医療病院の集中治療室に入れられ、ここで6ヶ月を過ごした後にラスクインスティ中とリハビリ病院に移された。ヘラーの人生におけるこの経験は、自伝。 笑えないことに衝突されており、ヘラーと親友のスピード・フォーゲルが、明らごとに入れ替わって書いている。この本は、ヘラーの著名な友人のリストにもなっており、その中には、メルブルックス、マリオ・ブーザ及びジョージ・マンデルが含まれている。ヘラーは全開することができた。1984年、35年間連れ添った妻、シャーリーと離婚し、彼の回復を助けてくれた。 看護師のバレリー・ハンフリーズと再婚した。ヘラーはしばらく、セント・キャサリンズ・カレッジの客員・研究員として戻り、1991年には、その名誉フェローになった。1998年、美貌録、今とその時、コニー・アイランドから、ここまで、を出版し、配達人の息子としての子供時代から、キャッチイコール22の発想を得た時の詳細を明らかにした。 ヘラーは1999年12月に自宅で心臓麻痺のために死んだ。これは最後の小説、芸術家の肖像、老いた男としてを書き上げたすぐ後のことだった。ヘラーの不法に接した友人のカート・ボネガットは、狼よ、恐ろしいことだ。アメリカ文学にとって不幸な出来事だと言った。1998年4月、ルイス・ポロックはイギリスの ザ・サンデー・タイムズが見に、キャッチイコール22の登場人物、個人の経歴、奇抜さ、体型、不詳や事故などが、1951年にイギリスで出版された小説と、驚くべき類似性を示していると書いた。その、イギリスの小説は、ルイス・ファルスタインが書いた、空は孤独なところであり、アメリカでは英雄の顔として出版されていた。 ファルスタインの小説は、ヘラーがオックスフォードの学生であり、キャッチイコール22の第一章を書いた1953年より2年前に出版されていた。ザ・タイムズは、双方ともに、中心人物が出撃を避けるためにその基地を働かせている。双方ともに、どこにでもいる負傷した飛行機乗り、白い体の中の目に見えないものに付きまとわれていると、いた。ヘラーは、 ファルスタインの小説を読んだこともないし、作者のことを聞いたこともないと言って、私の本は1961年に世に出た。私は、昨年死んだばかりのファルスタイン自身を含めて、他の誰も、その類似性に気づかなかったことを、おかしいと思う。と話した。リンクはすべて英語版。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。